KHDRBS1、または、s u m 68は、人では、K、KHDRBS1 遺伝子に行動される、タンパク質である。このタンパク質は、多くの機能を持っているようであり、選択的スプライシング、細胞周期の調節、RNA の3末端の形成、腫瘍形成、HIV の遺伝子発現の調節など、多様な細胞過程に関与している、可能性がある。 s サム m 6 8は公式には KHDRBS1 と呼ばれる。s ム m 6 8は KH ドメインを持つ RNA 結合タンパク質でウアーの低方向リピートを比較的高い神話性で認識する。s ム m 6 8は主に核に存在し、核内での主要な機能は選択的スプライシングにおいて選択的エクソンに隣接する RNA 配列を認識し、 スプライシングを調節することである。サム68は神経発生やアディポジェネシスなどの過程や脊髄性筋縮小やガンなどの疾患過程に中心的な役割を果たしている多数の遺伝子に対し選択的スプライシングによって調節を行う。選択的スプライシングを検出可能なマイクロアレイによって正常な神経発生に関係する。 メッセンジャー RNA の選択的スプライシングに s ム m 6 8が関与していることが示されている。また s ム m 6 8は SF に ASF の選択的スプライシングを調節することで上皮関与転換に関与していることが示されている。s ム m 6 8は中枢神経系において神経活動依存的に乳シン1の選択的スプライシングを調節することが示されており、 神経発達障害と関係していることが示唆されている。サム68はエンターキナーゼの選択的スプライシングに影響を与え、サム68欠損マウスで観察される痩せ表現型に寄与している。サム68は脊髄性筋縮小症と関係する SMN2 遺伝子のエクソン7のスキッピングを促進し、機能的でない SMN2 タンパク質の酸性をもたらす。 サム68は多数のがん関連遺伝子の選択的スプライシングを調節する。サム68が選択的スプライシングに関与しているという直接的証拠は CD44 のエクソン V5 の組み込みを促進することから得られた。エクソン V5 の組み込みは細胞輸送脳と相関している。c d 十四は細胞表面タンパク質でその発は 多数の主要のタイプにおいて、予後の予測に利用されている。前立腺癌では、サム68はスプライシング複合体タンパク質、KHDRBS3、メタドヘリンとも相互作用し、これらも CD44 のスプライシングを変化させる。後に、サム68のノックダウンによって、ルンキャップ前立腺癌細胞の増殖が遅れることが示された。さらに、 サム六6 8は HNRNPA1 とともに PCLX の選択的ゴスプライス V の選択に影響を与え、生存促進経路とアポトシス経路を調節する。サム六6 8の RNA 結合活性は翻訳ご就職によって調節されている。成長因子や SRC ファミリーキナーゼなどの可用性チロシンキナーゼからのシグナルを受けて、 選択的スプライシングなどの細胞内 RNA 過程を調節する作用を示すためスタータンパク質と呼ばれることも多い。例えば CD44 の s ム m 6 8依存的なエクソン v 後の選択的スプライシングはアークによる s ム m 6 8のリン酸化によって調節され BCLX の選択的スプライシングは P59 分依存的なリン酸化によって調節される。 また、サム68は、上皮成長因子需要体、肝細胞増殖因子、メット需要体、レプチン、主要エッシン子需要体の下流因子である。これらの過程における、サム68の役割は少しずつ明らかになりつつあるが、大部分は未解明である。サム68は、細胞質の細胞膜筋膀に再局在することも示されており、 そこでは特定のメッセンジャー RNA を輸送して翻訳を調節し細胞輸送を調節する。がんにおけるサム68の多様な役割についてはバイリーラによる創設にまとめられている。サム68欠損マウスはサム68遺伝子の KH ドメインの機能的領域を高度する XO245 を破壊することによって作成された。 ヘテロ接合型マウスの交配によるこの遺伝子型は E18.5 の時点ではメンデル型の分離パターンを示す。目に見える奇形は存在しないにもかかわらず、サム68マウスの多くは不明な原因によって出生時に死亡する。サム68マウスの表現型は正常であり、周産期を生存したサム68マウスも変わらず、老齢まで生存する。 サム68、マウスは同時に生まれた、サム68、マウスよりも体重が軽く、若いサム68、マウスは、肥満度が大きく低下していることが、MRI によって確認されているが、両者の接触行動は同程度である。さらに、サム68、マウスは、食事誘発性肥満から保護される。サム68血損脂肪潜入細胞では、アディポジェネシスが損なわれ、 サム68、マウスの白色脂肪組織の間質血管細胞群中の生体幹細胞は45%減少していた。サム68、マウスでは腫瘍形成は見られず、免疫疾患や他の主要な疾患も見られない。しかし、サム68、マウスは有性不妊とメッスの低受体のために繁殖が困難である。 サム68欠損マウスは強調運動障害が見られ、野生型と比較して、より低速でより早く回転ドラムから脱落する。サム68マウスは加齢による骨粗しょう症から保護される。マウス乳がんウイルスポリオーマミドル T 抗原による乳房腫瘍形成マウスモデルにおいては、 サム68の発現の低下によって、腫瘍量が減少し、転移が低下することが示されている。カプランマイヤー生存曲線からは、一つのサム68、アレルの喪失が、食地支流の発生の有意な遅れや、腫瘍の多発性の有意な減少と関係していることが示されている。これらの発見は、サム68がパムツ誘導性の、 乳房腫瘍形成に必要であることを示唆している。強戦欠損マウスにおいて、パムツ形質転換乳房細胞でのサム68の発言のノックダウンは、肺腫瘍の病相数を減少させることから、サム68が乳房腫瘍の転移にも必要であることが示唆されている。ありがとうございます。